時計統治図プラハの天文時計、またはプラハのオルロイは、チェコ共和国の首都プラハにある、中世の天文時計の一つ、同志の観光名所として名高い。このオルロイは三つの主要な部分、すなわち空の太陽や月の位置などの天文図を示す、ための文字盤、使徒の更新と呼ばれる、キリストの使徒などが、時間ごとに動く、人形仕掛け、それから月々を表す、 浮き彫りの小読み版からなる。時計、歴表と、彫像最も古い部分は、時計の機構と、天文図の文字版であり、制作は1410年に遡る。制作者は、花壇出身の時計職人である三倉市と、プラハカレル大学の数学、天文学教授であった、ヤン・シンデルである。プラハのオルロイは14世紀から15世紀の間、機械仕掛けの時計が発明された直後に、 数多く設計、製作された天文時計の一つである。他にものリッチ、セント・アルバンス、ウェルズ、ルンド、ストラスブール、パドバにその例を見ることができる。その後、おそらく1490年頃に歴評版の追加と時計本体へのゴシック彫刻による装飾が施された。時計交渉のヤンタ・タボルスキによって1552年に補修がなされた。 彼はまたこの時計に羽主の作であると記したが、これは誤りであり、20世紀に入って修正された。1552年以降何度にもわたって、動きを止め、その度に修理が行われた。17世紀に動く彫像が追加され、1865年から1866年の大修復の後しとの像が付け足された。1945年、 赤軍の到来によって、プラハに駐留していたドイツ軍は、降伏を迫られ、連合国側によって5月5日から発せられ始めた、都市の奪還を挑発する、ラジオ放送を沈黙させる目的で、オールドタウンスクエアの南西部に向け走行、戦闘車両や、降車砲による、焼夷攻撃を行った。これにより5月7日から8日にかけて、オルロイは深刻な損傷を受けた。 視聴者や近くの建物は、オルロイの木製の彫刻とヨゼフ・マーネスの手による歴評判と共に焼き尽くされた。その後、機械構造は修復され、オルロイは1948年に再び動き始めたが、これは多大な労力を払った末のことである。このオルロイの製造に関する誤った伝承がある。すなわち、長い間、このオルロイは、時計工渉、ヤンルージェ、 またの名をハヌシと彼の弟子ヤコブチェックによって1490年に作られたものと考えられてきた。もう一つの作り話として、時計交渉ハヌシは、同じような時計が再び彼によって作られるのを防ぐため、プラハ表議員の命令によって目をつぶされたというものがある。2011年に放映された、札幌ビールの企業イメージ CM、 時間を遡る育種編にもこの時計塔が登場した。2015年10月9日誕生605周年を記念して Google のホームページのロゴが特別バージョンとなった。文字盤天文図の文字盤は中世の天文学で使われたアストロラーベのような気候を備えている。また宇宙の現在の状態を示すプラネタリウムの原型と考えることもできる。背景は 地球と地上から見た空を表現している。中央の青岩は地球を、髪型の青色の部分は地平線上の空を表している。赤と黒の部分は地平線の元に隠れた空に対応する。日中には太陽を示す部品は背景の青色の部分に、夜には黒色の部分に位置する。明け方や黄昏の間、太陽は赤色の部分に入る。 地平線の東側には、ラテン語でそれぞれ、夜明けと上昇を意味する、オーロラとオートスと、西側には、同様に赤スス、クレイプスキアラムと書かれている。外縁部の黄金色のローマ数字は、通常時間でノプラ派の現地時間、すなわち、ヨーロッパ標準時に基づく1日24時間である。青色の背景を横切って、文字盤を十に分割している黄金の子は、 夏時間を補正するためのものである。これは、日の出と日の入りの間の時間を12で割ったものとして、定義され、昼が伸び縮みするのに対応して変化する。12偶を表す缶の説明外側の大きな輪の中に、12偶缶と呼ばれる12偶の記号が記された、可動性の缶が置かれており、太陽の王道上の位置を示している。記号は、半時計回りに配され、 漢字体は時計回りに回転する。十二空間は北極点から見た王道面を立体投影法によって映し出した形をしている。この時代の天文時計としては普通のものである。黄金色の小さな星は春分点の位置を示しており、金色のローマ数字から構成字を読み取ることができる。太陽が星と完全に重なった日が春分となる。外周部で 黒色の背景に金色のドイツ文字で描かれた数字はコチェコ時間である。これは日没から始まる時間である。コチェコ時間が記された間は日没が0時になるよう1年を通して動く。午前9時30分時点における1年間の天文時計の動き。実際には黄金の手は24時間で1回転する。黄金の太陽は12グ間の周りを回転し、 王道上の位置を示す。この太陽は黄金の手の模型が先端についた針に取り付けられており、以下の3つの方法で時間を表す。黄金の手が示すローマ数字はプラハゲンチ時間を示す。黄金の手が示す黄金のドイツ文字の数字はコチェコ時間を示す。12空間上の太陽は当日の補正時間を示す。これに加え、 文字盤の中央から太陽までの距離は日の出と日の入りの時刻を示している。月も王道上を時計回りに回るが、動きはより早く常に太陽を追い越していく。月を表す半分が銀色である玉は月章を示している。時計の横側に配置された4つの彫像は一定の時間になると動き出し、死神が鐘を鳴らす。死神が鳴らす鐘に合わせて、 時計の上部の窓から十二使徒の像が現れる。時計の下の歴表は1870年に追加された。ウィキメディアコモンズには、プラハの天文時計に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。